皆さん、こんにちは。ともどです。この番組は、大学時代の同級生で、現在、事業主の2人が、経営者やフリーランスの立場から、様々なことを話す番組です。というわけで、鳥取の谷さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。谷さん、なんか最近、馬娘にハマってるということなんですが、そうですか？はい、そうですね。馬娘ってアニメでやってたんですけど、アニメの方は全然見てなくて、携帯ゲームの方ですね、うん、こっちの方をちょっと最近始めまして、すごく面白いというか、とても勇気をもらってるなっていうのをすごい感じます。ちょっと僕が馬娘、その未経験者なんで、ちょっとイメージを話すんですけど、いわゆる、はい、なんかハンムスとか、はい、刀剣乱舞みたいな感じに、で、まあ、現実にある、はいはい、現実にいる、もしくはいた、歴代のその競走馬たちを、こう、女の子で擬人化して、はい、トレーニングして、大会に、レースで勝たせるっていうような、こう、なんか育成ゲームだという認識なんですけど、合ってますでしょうか？そうですね、はい。その通りです。なんか、多分、もうやったことはないんですけど、アイマスとかに近いのかなと思ったりして、うんうん、なので、主人公は、この、馬を、の、まあ、トレーナーさんというか、っていう、まあ、立場で、それぞれの馬の女の子たち、馬娘たちを、まあ、育成をして、いろんなトレーニングをさせて、各能力値を上げて、で、定期的に開催されるそういうレースに出馬させて、でそこで勝っていくと、またどんどん成長していくみたいな話です。面白さのポイントってどこなの？面白さのポイントは、そうですね。一つはやっぱり競馬なので、そういうレースに出たときに、勝つかどうかっていうところが、それは結局それは見るしかないんですけど、割り振られた能力値によって、そのレースの展開が変わったり、あるいは能力だけじゃなくて、スキルと呼ばれる、例えばこのコーナーが得意になってくるっと回れるとか、あるいは直線になったときにこう加速をして、他の馬を追い抜けるとか、あるいは雨の日でも、他のにも雨の日が得意になって、こう、ぬかるんだところでも走れるようになるとか、そういうのはいろんなスキルを身につけることで、勝てる可能性が増えていくっていう。なので、レースに入るときに、あなたの馬は何番人気ですみたいなのも出るんですけど、だから1番人気で勝てることもあれば、で負けることもあれば、5番人気、6番人気とかでも勝てるときもありっていう、そういう、ドキドキ感というがあるなっていうのは、面白いですね。また、これが優勝すると、優勝というか、レースが終わった後にライブがあるんですけど、これがちょっとよくわかんないんですが、この出馬したこう馬たちが舞台上で歌って踊るんですよ。で、優勝した馬がセンターを張れるみたいな。そういうのは毎回レース、ライブ、レース、ライブみたいな。なんかあるので、自分が頑張って育てた愛着のある馬が、レースでも頑張りを見せてくれて、5番人気だったのが優勝ギリギリ、本当にもう鼻の差ぐらいで優勝してくれて、その直後に行われるライブでセンターを張って歌って踊ってるみたいなのを見ると、ありがとうっていう気になるっていう。なるほど。ちょっといろいろ質問がすでに浮かんでるんですけど、まず、結構僕はその競馬ゲームって今までやってきたんですよ。ダービスタとか、チョコボスタリオンみたいな、やってきたんですけど、そのレース中は基本的には操作はしない。操作一切できない。なるほど。じゃあ、ちょっとギャロップレーサー的なものとは違うのかなと、あくまでこう。はい。これ、何人って言っていいのか、何匹って言っていいのか分かんないですけど、馬は育成できるんですか？同時に。同時にはもう、一頭だけ。一人というか、一頭というか。ですね。一人を得て、それが育て終わったら、また次の馬が育てれる。ちなみに、今は何を育成してるんですか？今は、何人だろう。でも10頭ぐらいかな。10頭ぐらい。その入れ替わりのタイミングはどういう、例えば、いわゆる、ダビスタとかだったら、交配して、どんどんつなげていくじゃないですか。さすがに馬娘で交配はないと思う。はいはい。どうしてんのかな。これがあるんですよ。どういうこと？ユリ？何それ？これがちょっと、詳しい設定はよくわからないんですけど、一応そのちょっと親的な馬を、2頭選べて、はい、
で、その、全くわかんない。まあ、それを、まあ、この作品中では継承馬娘っていう言い方をしてる。はい。はい、能力を継承するっていう、まあ、継承馬娘っていうのを一応スタート時に 2頭選べて、うんうん、で、それぞれが持ってるその親側、継承する側の、うんうん、あ、能力値によって、新しく育てる子にいろんなスキルがついたりとか、能力値が上がったりとかするっていう。その、新しく育てる馬はそのオリジナル、それとも、その、歴史的な名馬、はい、オリジナルはなしですか？オリジナルなし。もう、え、じゃあ、か、ダブリとかかぶりはないんですか？はもう、最初、一番スタート時は5頭、5種類の馬娘がいて、それをどれか育ててねっていう形で進んでいくんですけど、基本的にはもうその子たちを繰り返し作っていく感じというか。はぁ、ちょっともう、何言ってか分かんない。で、ガチャとかを引けば、ガチャとかを引けば、まず増やせる頭数は増えていくんです。頭数とか種類は増えていくんですけど、はいはい。でも、それは結構ガチャしないといけないので、大変。なるほど。ちょっと課金が必要。課金が必要になってくる要素もある。どういうことだか、別に弟子システムではなく親システム。親システム。まあ、ちょっと谷さんが説明できないってことはよっぽど難しいんだろうな。よっぽど難しいというか、よっぽど曖昧にされてるんだろうなと思うので、これはちょっとプレイしないと分かんないってことですね、ここに関しては。そうですね。ぜひ一度やってみてもらって。でも、まあ、いろんなこう、やっぱり攻略サイトみたいなのをね、見ながらですけど、はい。でそのレースで優勝するとお金はもらえるんですか？お金ではなくって能力値がもらえたり、あとは能力上がったり、あとはファンが増えたりっていう。なるほど。で、ファンが増えると、またもらえるアイテムがあったりとか、っていう形ですね。まあでもその、今、10人目、まあ人という人でいきましょう、はいはい。今、10人目の馬娘っていうことだと思うんですけど、はい、はい。まあその10人やる、1人当たり期間はどんくらいなんですか？そのゲーム内とリアルと。ゲーム内では去年3年間。3年、もう、皐月賞とか、桜花賞とか行ったら終わりじゃないですか。桜花賞とかあるので、もうそれをひたすらやっていくっていう感じ。大体、レース的には1キャラあたり10レースもないぐらいかな。10レースぐらい。3年間で10レースぐらいに出るっていう形で。で、それも全部こう、なんていうか、ハードル、足切りがあって、例えば、じゃあ次、皐月賞に出ましょうって出て、そこで1着にならないと先に進めないよみたいな。だ2着で終わってしまうと、もうそこで育成強制終了になってしまう。結構シビアな。じゃあまあ、このこと長くいたかったら、結果出してねみたいなシステムみたいな。です。あ、そうで3年や、まあ、3年目までやるのに、どれくらいリアル時間がかかるんですか？大体、まあ、本当にイベントとか飛ばしながらやれば、1から2時間あれば1匹いけるかな。マジで？まあでもまずスマホゲーっていうのは基本で隙間時間でやるからそんなになっちゃう。うんですね。集中してやるもんじゃないというか。だから意外とサクッといけるというか、本当に何だろう、合間合間のなんか10分休憩とかをちょんちょんって駆使していけば、他のことやりながらでも1匹は1日作れる。ゲームの難易度的にはどんな感じですか？難易度は、そのこだわるとすごく大変というか、さっきの継承馬娘っていう、その親というか、の脳をじゃあ引き継ぐ能力をこう高めるために、同じようなことを何回も何回も育成繰り返して、その継承のスキルが出るまで粘るとか、そういうことをしだすとだいぶ大変な。あ、じゃあその、リセット機能的なことはできるとか、リロードというか。もう本当作り直すしかないんで、もう自動セーブされちゃうので。作って最後育成が完了しました。この子が親になった時にはこういう能力が子供に引き継がれますよっていうのが出るんですけど、それが狙ったのが出ないことも多いので、したらダメだった。この子はもうダメだっていうのを、そこまでこだわろうと思ったらこだわれるんですけど、それするともう作業になるので、そこをするほどではないかなっていうのは個人的には思ってます。まあ、そこもちょっと一つのこう縛り要素じゃないけど、そこは厳選せずにやっても楽しめるんじゃないかなという。っていう。なるほどね。なんで作った馬にはこうランク付けがされて、一番上が S だったかな、S ランクから下も G とかまで、パワープロみたいにランクがあって、で、そこの A 評価ぐらいになると、もうなかなか無課金ではしんどいというか、特に A プラスとかなってくるともうほぼ相当運が良くないとできないみたいな。形になるので、基本はもう B ランクの量産していくみたいな感じ。そのゲーム内で一番
難易度の高いレースとかあるんですか？なんかこう、例えばですけど、有馬記念が一番、有馬記念行ったらもう満足みたいな感じなの、はい、有馬記念が一応その、なんだろう、レギュラーレースというか、の中では一番最高峰なんですけど、うんうん、それが終わった後にこのゲームオリジナルのグランプリがあって、ああ、なるほど。有馬記念で一等になった人だけ出れるグランプリみたいな。うん、でそこはもう有馬記念よりもさらに難易度が高い。なるほどな。なんで自分のいろいろ幾多の困難を乗り越えてそのオリジナルグランプリの優勝を取った時の感動みたいな。でその直後にライブがあってその子が中央で歌って踊ってる。なるほど。わかりましたよ。ちょっと話をまとめる。まあ、ちょっとどこが面白さのポイントなんだろうなっては考えながら聞いてたんですけど。はい。まあ、なんかこれは競馬要素は、まあ、取っかかりというか、はい、フックだなと思ってて、うん、やっぱ肝は、アイドル文化ですよね。そうですね。推しに課金するっていう文化があるじゃないですか。はい。アイドルファンの中には。はい、はい。その推しに課金して、その推しをナンバーワンにするみたいな。うん。そこですよね。まあ、構造としては、ホストにドンペリ入れると一緒だと思うんですけど。そうですね。そこの文化的な土台がある上で、それをこうちょっと、うん、何、競馬というものでコーティングしたゲームなんじゃないかなと思うんですけど、うん、この認識はいかがでしょうか？いや、もう全然、もう素晴らしい、合ってると思います。でもやってて単純に楽しいのは、やっぱりその、自分が鍛えた馬娘が、かつ、その、育成ゲームの単純な喜びだし、モンスターファンみたいな、よくわからんモンスターじゃなくて、可愛い女の子だから、より気持ちが入るとか、そういう感じになる。うん。そうですね。それもありますし、何ってこう、子供たちじゃない、その娘たちが、みんなとても前向きというか、うん、なるほどね。なんか、ちゃんとした明確な目標があって、はいはい、それに向かって私は頑張りたいんです、こうなりたいんですのは明確で、そのために力を貸してください、一緒に頑張っていきましょう、何かへこたれたことがあってもこちらがかけた声かけ一つによって元気を取り戻してまた前向きに頑張ってくれるっていう、そこの現実世界にはいない理想的なこう子供たちがいるっていう、優しい世界、優しい世界です。なるほど。まあね、本当なんかもう現実のこう上積みの綺麗なところだけこう残しましたみたいな。ですです。なるほど。それは現実では無理だな。それをこう、つかの間現実逃避で味わえるっていう、そういうゲーム。現実のアイドルは恋愛しちゃったり、なんかよくわかんないけど、タバコ吸ったり。タバコ吸ったり。裏切っちゃうけど、ウマ娘は裏切らない。裏切らない。ウマ娘は裏切らない。ウマ娘はもう信じれる。ちゃんと見てないとこでもちゃんと練習してる。やば。新人の話ですね、そこまで来ると。ちょっと現実のアイドル、まあ、いわゆる三次元のアイドルに押してたけど、ちょっともう押せないなっていう人がやると楽しめるんじゃないかと。そうですね。かつ、まあ、そこに、ちょっと、競馬の知識があって、うんうん、このまま出てる、このまま出てるっていう、その喜びがあれば、出るんじゃないかなっていうところですかね、うん。そうですね。いや、これはもう、鉄道娘の誕生も近いんじゃないですか、ね。いや、もう時期ですよ。あとはそのね、うん、JR さんとか、東急さんとか、小田急さんとかのその権利関係が整理できれば、これは一大ビジネスになりそうな気が。なります、なります。鉄娘、アイアン娘、アイロン娘とかそんな感じかな。なりますよ。金の匂いしかしない。JRA が行けたんなら JR も行けるだろうって。あとは車の種類か。車ね。トヨタ、トヨタとか。トヨタ、プリウスとか、レヴォーグとかなんです。いや、これはちょっと横展開が可能なフォーマットですね。すごいな。もういくらでもできる。これ、運営はどこなんですか、ウマ娘は。これ、サイゲームだったかな。あとで株価調べます。いやいや、もうとっくにね、とっくに流行ってるんで、もうその、どんくらい変化があったのかっていうね。うん、大事ですね。配信はアメーバ？アメーバなのかな、うん、そう、制作がサイゲームで。あ、なるほど。サイゲームが運営会社で、で、親会社がサイバーエージェント。サイバーエージェントゲームス。ちょうど今週のニュースでありますね。サイバーエージェントの株がすごいことに、今娘がどれくらい上がったかっていうのは、ちょっとぜひ、多分興味ある方は調べていただければと。はい。なんかここから学んだことってあります？今娘から。今娘から学んだこと。そうですね。
なんかこの馬娘の、 その重要なゲームの中の一つの要素としてサポートっていうのがあって、他のいろんな馬たちを登録してその子たちが練習を手伝ってくれるみたいな要素があるんですけど、だからその子たちのやり取りもあったりとかする中で、まあ、本当にシンプルに、まあ、他のことにも言えるんですけど、なんか目標を持って頑張ってる人にはどん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 やっぱりサポーターがつくんだなっていう、周りからしても助けやすいですし、なんか本当にそういうこう一番基本的な人のなんていうか大事な部分というか、うじうじって座ってるだけじゃなくてちゃんと動いてたら誰か見てくれるしサポートしてくれるし、それによって結果が出て、それによって、まあ、結果がついてきて、でそれによって周りのみんながこう幸せになるみたいな状態っていう最も基礎的なことがで構成されてるので、なんかそう生きなきゃいけないなと思います。それを宣言しなきゃいけないですよね、その現実に置き換えるの、なんか目標を持って頑張ってるって、ね、旗から見たらちょっと分かんなかったりするね、うん、それをなんか宣言しなきゃダメですね、有馬記念で一着になるっていう、そうそうそう、武道館でライブするとか、ね、とか、なんかそれを日常的にやってるのが、まあ、キャンプファイヤーみたいなクラウドファンディングなんだけど、はい、だからそういう気恥ずかしさもあるけど、別に、まあ、あのクラウドファンディングはやらなくていいと思うけど、周りの人にね、こう自分の目標を言った方が手伝ってくれる人はもしかしたらいるんじゃないかってところですね。ですね。なるほど。それはちょっと僕もなかなか自分のこの目標とかって人に言えないタイプ。そうなんですよね。というわけで、今回は馬娘、はい、おすすめですか、はい、全般的に。いやもう、あの、合間にやるのでちょうどいいですね。どうすか、課金はした方がいい？課金はしなくても十分楽しめると思います。最初のあの、リセットマラソンというか、一番最初登録した時にいろんな物品がもらえるので、その物品を使ってガチャを回していくんですけど、そこ結構、ちゃんと攻略サイト見て、これが出るまでやっといた方が、まあ楽です、その後。絶対押さえといた方がいいアイテムなんですか、最初のリセマラで。リセマラで、まあ、キャラクター、その、まあ、何人かキャラクターがいるので、有力なキャラクター。そのキャラがちゃんと出るまで粘るという。おすすめは、あえて一人選ぶとしたら。あえて一人選ぶとしたら、そうですね。今だと、北さん。ブラック。北さんブラックがおすすめかな。これから始める人は、北さんブラックが出るまで、はい、最初のリセマラをやるといいんじゃないかと。はい、できれば北さんブラックが4枚出るまで粘ったちょっとこれは何言ってるか分かんないですけど、あのやれば分かるんですかね。はい、やれば分かります。4枚っていうのは、はい、ちょっと今あの画像検索で北さんブラック今娘見てるんですけど、はいはい、非常に可愛らしいキャラで、髪の毛が黒い色 で元気な妹キャラって感じですかね。ですね。それがおすすめですということで、はい、今回は満足しました。はい、ありがとうございました今回も。はい、ありがとうございました。